当にね、またブラックアイスバーになってきた。おお、やばい、曲がらんぞ。ABS の音全然スピード出てないんですよ、今のコーナーなんてね。コースそう、 ABS が思いっきり引いてますよ。こういうね、アイスバーン ABS 嫌いなんですよね、俺。これね、どっちかの車がねスピンすると嫌ですからね。真ん中に入って、ここ今はね、こカーブでクルーンって回ってる車の跡あったの分かる？クルーンって回ってたでしょ。車線をね、スリップした跡があって、左から右の方にずれてたでしょ。あ、いらっしゃいませ。そうそう、環状線ね、もうね、本当にスピード出してなくてもね、なっちゃうんですよ。そうそう、ね、本当ね、冬はね、並んでほしいの嫌なんですよ。どっちかの車がね、こけて車線塞ぐことがあるんで。ん？左側の七夜、富富さんのコメント、そうこれね、例えば前の方で車がスピンしてもね、どっかの車がスピンしてもね、止まれないですからね、こっちがね。で、結局ドーンとぶつかっていくと、こっち悪くなっちゃうでしょ。お前が車線塞いだんじゃねえかみたいな。あ、ほれ、そこに突っ込んでるでしょ。そこにね、突っ込んでるでしょ、車。これはね、そこに入ろうと思ってんじゃなくてね、ここ直線でね、スピンしてるんですよ、これ。まっすぐ走ろうとしてもね、こんだけブラックアイスバーンになっちゃうとね、まっすぐ走れないんですよ。うん、こういうふうに車線塞ぐか分かんないから、突然塞がれますからね。そうするとまっすぐ走っていかないぐらい道路がツルツルになってるんで、ブレーキ踏んでも全く止まりませんからね。そう、あります。特にね、これで見るとね、真ん中の車線と右側の車線が一番滑る状況になってるな。あ、いらっしゃいませ。そうでしょ。これはね、今日はね、皆さん怖いと思うな、これ。そうそう、わだちがね、またね、ほんのわずかなわだちなんだけどね、それでまたね、取られちゃうんですよ。で、カーブなんか、今のところのカーブもそうだけど、逆バンクになってるんですよね。そう。なんで、ブレーキっていうよりもね、エンジンブレーキで行かないとね。あ、もう警察も多分ね、大忙しだと思うよ、今日は。事故処理。もうね、おまわりさんも大変だと思うわ。
らっしゃいます。1番1号で、ね、ちゃんと路面が分かんない人っていうのは人の滑るか自分が滑るまでね分かんないでずっと行っちゃうんですよね。さっきの前のフォレスターもスーッと行ったけどね、他の車スリップしてんの見たらビビっちゃってるでしょ。こういう人がね事故るんだよな。はい、いらっしゃいませ。はいよ、はい、いらっしゃいませ。今ね、ここもスケートリンクだよ。ほら救急車も来てるしね。うん、歩行者も転ぶしね、車は事故を起こすしね、大変だよ。救急車はね、救急車と消防自動車だけはね、タイヤチェーンつけてんですよね。今のもタイヤチェーンつけてたけど、これ大変だわ札幌。明日ニュースになるな。俺転倒した人が何人とかね、物損事故な交通事故何件。チェーンはね、さすがにね、そう、もうデラデラだよこれ。もう本当スケートリンクだもん。はい、いらっしゃいませ。ああ、そう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 ね、苫小牧のね。はい、いらっしゃいませ。もうね、これはね久々だな、こんなテッカテカ走るのは。あ、いってらっしゃい。はいはい。ああ、そう、うん、そうそう、大変だよ今もう。これは大変だわ。うん、もうね見えるでしょこれ。怖い怖い。これはね、こんだけテッカタカになっちゃうとね、全く車コントロール効かなくなるから、これはねどうしようもないですよ。わかるでしょ。もうなんかもういろんなもの反射して鏡のようになってるでしょ。ブレーキかけたってね全然止まんないですから。アクセル踏んだら空転するしね。こんなになるとね、もう現在地はね、今右側にね地下鉄の白石駅あります。これ環状線です。そう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 、これね、真ん中走ってるでしょ。外今見て寄ってくる車がいるし、
あとね、右左の車がね結構スピンするんですよね。うん、だからね、車間取ってね、なるべく周りの車に並ばないようにしないとね。ぶつかってこられますからね。そうかもね、うん、ああ本当だ、画面見てストップランプだの信号だの街灯がね。あとね、前がなんだあれ、アイサイト、そう、もうスケートリンクですよ、これは。スケートリンクの方がまだね、氷が乾いてるからそんなに滑らないかもしんない。これこっちの方がね、スケートリンクよりね、おそらく滑ると思うな。反射するのはね、水がね表面に浮いてるからなんですよね、薄く。でスタッドレスタイヤと氷の上に、あ、いらっしゃいませ。そのね、水の膜が入っちゃうんですよね、薄いの。そうそうそう、これがね一番ねダメなんですよ。でもっとね気温が下がって、レガシーの方乗ってるから車が軽いからね、コントロールしやすいんだけど、これでランクルだとね車が重いんでね。ああ、ちょうどねあそこ坂の頂上みたいになってるんですよね。この36号線が盛り上がってるんですよね。ああ、ダンプ登れない、ダンプ登れない。ダンプかわいそうだわ、あれ。ダンプね、今信号待ちしてたらね、進めなくなってる。かわいそうに。そう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 、氷の上の親切ね。うん、やっぱね、タクシーの運転手がうまいんですよね、慣れてるから。FR 使い慣れてるからね。車をね止める段階で発進することを考えてタイヤ乗せてるんですよね。